所はいつもの種崎海水浴場です。仕掛けは横中田がメッキを釣っていましたので、今回はメッキゲームとしてダートに動くジグヘッド3グラムにワームをつけています。時間は10時頃だったと思いますが、大雨が降ったり止んだりの合間に釣りに来てますが、湾内には川も流れていますので濁ってます。ご視聴ありがとうございました。